イギリス国鉄。イギリス国鉄は、1948年から1997年まで、イギリスに存在した国有鉄道である。1948年にイギリス四大鉄道会社、ビッグフォー、ビッグフォーの国有化により発足し、1994年から1997年に、かけての鉄道民営化まで存在した。英語での名称は、British Railways。 1969年以降は、ブリティッシュレール、略称は、BR、現在の名称は、イギリス鉄道、ブリティッシュレール、ブリティッシュレール。路線もは北、アイルランドを除くグレートブルテントを全土、並びに一部の島と広範囲に有していた。列車は、蒸気機関車主体から、ディーゼル動車、電車主体になり、主な輸送収入源は、貨物から旅客へと変化した。 そして、多くの赤字路線が廃止され、大規模に合理化された。民営化に際しては上下分離方式が採用され、列車運行は、旅客、貨物の各運行会社に継承。旅客列車は二十数社の民間会社が、ナショナルレール、ナショナルレールの統一ブランド名を採用している。線路の所有及び維持管理業務は、ネットワークレール社が行っている。 19世紀に発達したイギリスの鉄道は1921年鉄道法による1923年の大規模統合で地域ごとにグレートウェスタン鉄道 GWR ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道 LM ロンドンノースイースタン鉄道ルナーそしてサザン鉄道 SR の4大鉄道会社ビッグ4に集約されていた クレメント・アトリー率いる労働党政権が掲げる公共事業の国有化政策の一端として鉄道を国有化するを定めた。1948年に4大会社を統合したブリティッシュ・トランスポート・コミッション略称 b t c を創設しイギリス国鉄が発足、商標としてブリティッシュ・レイル・ウェイズ、ブリティッシュ・レイル・ウェイズが制定された。は、この商標を ブリティッシュレイルウェイズボードとして分割したのもの、変更した。小規模独立系の軽便鉄道と専用鉄道、自治体運営の都市鉄道である、ロンドン地下鉄、グラスゴー地下鉄及び、リバプールオーバーヘッドレイルウェイ、そして専用軌道を持たない、路面電車は国有化の対外となった。また、北、アイルランド内のは北アイルランド政府に早期に売却されている。 この路線は1949年にウルスタートランスポートオーソリティ略称歌の一部となった。1930年代の大恐慌と第二次世界大戦における戦時統制経済による収益減、またドイツ軍の空襲による深刻な被害も相まって終戦時の鉄道は設備投資と保守の停滞により荒廃した状態であった。国有化後は優先して、 戦争被害の復興と保守管理作業の停滞状態の解消が行われた。戦争勃発で中止された戦前の投資計画も複数が再開された、例えばのルートの電下及び近郊路線の電化である。日本やアメリカ、フランスなど周辺各国が電気車やディーゼル車への投資に舵を切る中、イギリス国鉄では、 旧鉄道会社由来の蒸気機関車と客車を継続使用しており、電車の運行はロンドン南部の郊外電車網などごく一部に限られた。イギリス国鉄でも引き続き蒸気機関車が導入され、1951年に正式蒸気機関車が登場し、国有改善の車両に変わり1960年まで製造が続いた。国鉄最後の蒸気機関車は1960年に、 スインドンで製造された。1950年代、輸送体系の変化への対応と重複路線の解消により一部路線が廃止になった。イーストアングリアでは1959年に元の路線の大多数が廃止された。また、本線の長距離旅客列車は、後の路線自体の廃止に先立ち1960年に廃止された。しかしながら、この路線、 列車の廃止はその後の大規模廃止と比較して、微々たる規模のものだった。国有化の際に、元のビッグ4の路線から地域ごとに6つのエリア、リージョンに再編された。その前身であるビッグ4の機構、構造及び性質を継承し、また、蒸気機関車や車両を、前身の会社の戦前の設計で建造し、基本的には、自治的な経営がなされていた。 各リージョンは国鉄の営業構造の基礎となり、1980年代に輸送部門別組織に再編されるまでいた。なお1950年代に基礎となった国有改善の鉄道会社のエリアから、より地理的な基準で各リージョンの境界が何度か変更されている。1960年代、ノースイースタンディージョンはイースタンディージョンに統合された。また、 1980年代には新たにアングリア・リージョンが東部局から分割された。イギリスの鉄道はすでに第二次世界大戦勃発の時点で他国に大使技術的遅れを取り戦後数年でさらに顕著になった。路線の復興も父として進まず後輩はさらに悪化していた。1954年にイギリス運輸委員会が発表した近代化計画。 マダーネゼーションアンドレエクイップメント・オブ・ブリティッシュ・レイルウェイズにより、この計画に15年間で12億4000万ポンドを投じることを決定した。1956年の政府の白書は、近代化の効果で1962年には、イギリス国鉄の赤字解消が見込まれる、としている。この目的は、速度、信頼性、安全性及び、線路容量の向上で、旅客、 貨物輸送を魅力的なものとし、道路輸送に奪われた輸送量を回復するものであった。計画の主要な内容は以下の通り。ウェストコースト本線、西海岸本線は1958年から74年にかけてフランス式の交流 25kV50Hz、架空電車線方式で電化され、ロンドン E 北の電化方式の標準となった10年前には、 鉄は2種類の直流線500ボルト、空中河線方式に多額の投資をしていたにもかかわらず、ロンドンとグラスゴーの周辺の多くの通勤路線もまた、電化され、また、南部地域は戦前以来の750ボルト第3、非常式による電化区間を県トから同セットコーストに拡大した。電化は、他の多くのヨーロッパ諸国の鉄道とは異なり、全国には及ばなかった。 蒸気機関車は、新型のディーゼル機関車、電車、機動車へ代替する方針に転換した。1950年代以末より、旧私鉄由来の機関車が順次廃車され、1960年代前半には、戦後設計で、製造10年未満と経年の浅い体も、淘汰対象となった。国有化前の客車も、国鉄正式客車の登場に伴い1 9六十年代末に、 大半が廃車された。1963年に本線へディーゼル機関車が大量に導入され、貨物列車では先んじて1950年代後半から1960年代以末に全廃。旅客列車からは1966年前半の西部管区での廃止を皮切りに、最後に残ったイングランド北西部でも1968年8月に全廃となった。 唯一の例外が、ウェールズのアベリストイスにある短距離狂気路線ので、1989年の売却まで国鉄が蒸気機関車を運行した。鉄道開業以来存在した全駅での貨物取扱義務が撤廃され、貨物設備への投資費用と人件費の削減につながった。また、速度の遅い貨物列車の減少で、線路容量に余裕が生まれた。 その一方で、貨物輸送の自動車への転移が考慮されず、時代に即さない大規模な貨車操車場の建設や、貨車の製造に拒否が投じられた。貨物用ディーゼル機関車も開発期間を取らずに、請求な導入を進めた結果故障が頻発し、多くが製造後短期間で廃車となった。近代化計画の失敗は、国鉄の民営化まで過根を残し、 財務省による国鉄の財務計画能力への不信感をもたらした。1960年代前半、線路上の作業員の安全を図るため、黄色の警戒色がディーゼル、電気機関車及び電車、機動車の前面に配された。1963年、国鉄総裁のは鉄道の大規模な合理化を提唱するレ・シェーピング・オブ・ブリティッシュ・レイル・ウェイズを発表した。 道路輸送への転移により、不採算路線となったローカル線を廃止するもので、運行費の削減による赤字削減を見込んだ。この大規模廃線は、ビーチングアックス、ビーチングアシェビーチングノーノと呼ばれ、1963年から1970年の間を中心に、当時の全路線中の3分の1と全駅中の半分を不採算として廃止された。なお、 廃止となった路線の一部は、その後保存鉄道となった、初期の保存鉄道の多くはこの時廃止された、路線である。1965年に発表された、第2次、ビーチングアックス、ビーチングアシェイでは、主要な幹線路線、地図の太線が示された。残る路線の処遇は、この報告書では明らかにされていない。機関車全廃を機に、商標が、 ブリティッシュレール、すべての歴史は参照に変更され、ダブルアローのロコも登場した。案内標識に、が、標準書体として用いられ、国鉄のコーポレートカラーである、を使用した、レールブルー塗装がほぼすべての機関車と旅客車に適用された。主要な車両製造業務は1970年に、ブリティッシュレールエンジニアリングリミテッドへと、 分割、1973年には運行管理システムのトップスが導入され、機関車と電車、機動車は称号規定変更と改版を行い、客車と貨車は従来の車番のまま車種分類記号が設定された。1980年代には地域を基準に分割する国鉄の地域管理局が廃止され、輸送部門別に5つのセクター、部門に分割された。 旅客輸送のセクターは、貨物輸送のセクターは、以下の通り、残った保守管理作業は新会社である、ブリティッシュレールメンテナンスリミテッド、略称、BRML に分割された。各部門はさらに地区内で再区分された。車両塗装も従来の BR ブルーに変わり、部門別の多種多様な塗装に移り変わった。なお、インフラ面については1991年に、セクター以下、 オーガナズシャンフォークオリティの決定までリージョンの権限に残された。セクター化と同時並行して最後の大規模な設備投資計画も実行された。1987年から1990年にかけてのイーストコースト本線の電化、ロンドンの南北縦間近郊路線テムズリンクの開業及びロンドンバーミンガム間を結ぶチルターンメインラインのさらなる近代化、 参照の各計画が実行された。チルターン本線では、信号を棒進むによる事故発生を防止する自動列車保安装置である TP、オートマトレインプロテクションが初めて導入された。他にも複数の計画があったが、民営化の際に大部分が放棄された。他にも主要なインフラ改良計画、ロンドン市内の東西横断路線、クロスレールや、 西海岸本線の同線の大幅な高速化計画の身を含むがあったが、財源不足で計画中止となった。アダム・スミス・インスティチュート、イギリスのシンクタンクの提言に基づくジョン・メイジャー、率いる保守党政権ののした、イギリス国鉄は分割民営化がなされた。これは、公営サービスの民営化を掲げる、サッチャー保守党政権の政策の継続であった。 民営化に際しては、地域分割、上下分離、株式会社化など複数案の中から、電気やガスの事例に近い上下分離方式が採用された。線路、列車そしてインフラの所有権は、競争性が薄いとの判断から、法により既存の国鉄の企業の形式に基づく、異なる会社に分割された。セクター内の旅客列車運行は、民間企業にフランチャイズ化され、 二十数社の民間会社が運行を継承した。各運行会社による鉄道営業の統括と会社群の代表団体として列車運行会社協会アタックが設されナショナルレール、ナショナルレールのブランドを制定し乗車券発行が共通化された。貨物輸送はほとんどが一社、後のに落札された。インフラについてはこれを独占的に取り扱い、 また、ロンドン証券取引所に上場するため、レールトラック社、レールトラック PLC が創設された。また、は、鉄道営業を監査し、各会社に営業政策を提言するために設置された。なお、イギリス国鉄を統括していた、イギリス国鉄委員会は、残存業務の統括のため残存し、により廃止された。警察機関のイギリス鉄道警察、 BTP は民営化されずに継続し、民営各社に継承されない土地施設や負債を維持管理する BRB、ラシジアリー社、運輸省産化が設立された。インフラ整備を行っていたレールトラック社は、保線作業の下請け化による監督の不十分さ、投資不足からの列車遅延の状態化や大事故の連続などにより2002年に破綻した。同社は、 公的性格の強いネットワークレールに引き継がれ生産されている。旅客輸送実績、貨物輸送実績は共に増加している。旅客輸送については、お参照。最低だった1980年代前半の倍近くまで回復している。民営化港は安定して旅客運賃の値上げが行われている上に、2006年にはイギリス国鉄が得た収益の3倍の補助金が、 国庫からら当てられてれいる。この輸送量増加が民営化の効果か、単なる道路の混雑の悪化と、通常は旅行者の増加をもたらす経済成長の効果かは論議がある。あるアナリストは、経済が好調だった1980年代後半の旅客数の増加に似ており、不況になった1990年代前半には落ち込んでいると指摘した。しかし、近年の旅客数、 旅行者数は1950年代の水準、全国で年間10億人余りに回復している。しかも、インフレ率よりも高く、旅行を思いとどまらせるかのように運賃の値上げが頻発する位置的な通勤路線でさえ、2007年にはその水準に達している。かつての国鉄からの路線もは、西海岸本線、東海岸本線、グレートウェスタン本線そして、 ミッドランド本線の幹線を含めて民営化以降、ほとんど変化がない。一方で、イギリス中央政府から路線網の権限が異常された。ウェールズスコットランドでは一部のローカル線が再開された。民営化後は、国鉄時代のような統一性は薄れ、車両塗装や広告などのデザインも、各会社が足したように展開している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。